あかつき対談インタビュー、始まりました。あかつきの対談インタビュー、本日はアクション PV 第1弾打破つわもの、そして死闘についてお二人に集まってもらってそれを話していただきたいと思います。まず、僕の自己紹介からいきたいと思います。あかつきのチームリーダーである坂本恭平です。よろしくお願いします。よっ、リーダー。続きまして、どうぞ。第3弾で主演清次郎役を演じさせていただきました長野タスクです。よろしくお願いします。今回歌い手として、そして3弾楓役として参加させていただきました真由です。よろしくお願いします。はい、本日はこのお二人に集まってもらいました。まずは第1弾の打破から感想、思い出エピソードとかを聞いていきたいと思います。まずはスーパーエイジとして、その第1弾ダハに出演はしていないんですが支えてくださいました、うん、長野くん、そうなんですよ。ありました。作品のしては、まあ、関わっていく中で、まあ、映像では映ってないんですけど、うん、まあ、ずっと稽古の動画を撮ったり、あとはその役者人たちの、まあ、衣装の直しとか。ありがとうございました。はい、まあ、あと結構夏やったんですよね、ものすごい真夏で、もうみんながすごい汗だくやくやって、結構まあ熱中症対策のなんかそうスプレーだったりかけたりとか、結構いろんなこともそうやってもう手取り足取り、あとカメラも結構熱でなんかエラーが起きてたのもあって、それをずっとこううちわでこう扇子でこう仰いだりとか、もそういう地道な作業もずっと走りながらやって、休憩時間も役者が休んでる中も僕もずっと走って、みんな大丈夫みんな大丈夫って言って、あとヘアメイクとかも、ヘアメイクっていうかヘアセットね、ヘアセットもちょっと自分でちょっといじらせてもらって、ね、結構もう手取り足取りと関わらせてやらせていただきました。ありがとうございました。はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。はい、では続きまして、第1弾のダハの歌を歌っていただいたまゆさんの感想をもらえたらなと思います。はい、今回の1弾の曲はですね、知ってる曲だったので、うん、歌ってくださいって言っていただいた曲の中で唯一知ってる曲だったので、はい、レコーディングもすごいスムーズに進んだ印象ですね。はい、なんか多分ね、イメージが一致してるので、そう、歌いやすかったです私も。いやもう本当にもうここで欲しいって言った時にちゃんと、あ、こうですねっていうやり取りができて、すごくこう僕もオーダーがしやすかったし、それに対して信頼を重ねていって、第2弾の歌のレコーディングも、まあ、信頼できる形としてお任せできたらなと思います。ではでは早速ですが、この第2弾の次はつわものについてのお話をしていきたいと思います。つわものでは出演してくださった長野くん、はい、どうぞ。はい、その1弾ではそのサポートスタッフとしてずっと AD と足使われ、じゃあちょっと長野くんさ次もちょっと AD として参加してくれないって言われたんですけど、僕即答で嫌ですって言いましたこのまま第3弾も AD で言ってくれると本当助かるんだけどなって言っても、いやですと言って、じゃあ稽古しましょうかって言って、ずっと逃げてて、まあね、なんとか絡み役をこうね、握ったまま、離さずにこう、貫けたんで、はい、なんとか貫けたんで、AD にならずに。はい、まあその中で、そうですね、初めてこう、やっぱり、もう見てた時と、やっぱやってる時とで全然イメージもやっぱ違ってて、やっぱ結果、映像アクション、で僕たちずっと演劇とか、まあ、ずっと舞台でやってきた人間やったんで、まあその普通の刀よりもやっぱり竹光っていうね、軽い刀とかを使って、こう結構こうキャンキャンキャンとかチャンバラみたいな結構立ち回りが多い中、結構本格的にもう当てても大丈夫な結構なんか素材とかでできてる中で、やっぱりほんまになんか相手に向かって切りに行くっていうのにやっぱり結構恐怖心とかもあったりして、すごいそこの苦戦とかもやっぱり自分の中でもなかなかこう相手に向かってこう刺しに行くやったり切りに行くとか、あともうガチンってやってるのはやっぱ自分でもめちゃくちゃ怖かったんですけど、もうそこへのなんか恐怖心をなんかこうガンってこう超えるなんかものにきっかけになれた作品でもあったので、すごい思い出深いなって思っております。いやもういろんなことありがとうございます。だから撮影現地でのそのエピソードトークとかありますか？あー、撮影現地ですか。なんか実際なんかこれも第一弾含めなんですけど、結構まあ野外の撮影だから雨が多かったんですよね第一弾なんかなんか一番撮影期間使い込んで4ヶ月ぐらいな、7月から9月まで稽古を含めてね、稽古を含めてもうぶっ通しで4ヶ月ぐらい時間込んだ作品で、暑い中での撮影でもあったので、スパンをなるべく暑くない時期を選ぼうと思った結果、ちょっと
こう1ヶ月単位ぐらいになってしまって、ほんまだってなんか3分の1分弱やからもう1日で取れるだろうって言ってたら、だんだん日がこう積み重なって、いやまだ行こうまだ行こうまだ行こうって言ってこう伸びて10月まで、ほんと第2弾の撮影ギリギリじゃなかったですかね、時期的にも、うん、かなりねすごいタイトなスケジュールでなんとか乗り越えた作品やったね。まあその中ですごいやっぱり坂本さんはすごい雨男と、まあ、じゃな雨男とより嵐を呼ぶ男としてずっと呼ばれてきて、実際撮影期間中に2回、うん、あの台風に見舞われたというので、うん、ああもう俺これ持ってんなと雨男ならぬ嵐を呼ぶ男だなと思って、みんなマジでごめん、今日はみんな泊まってご飯だけ食べに行こうっていう日が2回ぐらいあったっていう、そういうのもあった思い出が、ね、ありましたね。あのロケ地のね、第2のロケ地がめちゃくちゃ綺麗でした、うん、あの泉が、あの湖とかが、そうですね、はい、特に僕は青空、雲、うん、壮大なこのイメージに一番合うなと思ったので、うん、それこそ、まあ、湖もなんですけど、草があって、湖あって、何やろ、巌流島かなって初めてロケーションに行った時に思ったので、うんうん、あもうここでやりたいって思ったからこそ、そこに合わせたアクションも考えた上で作らせてもらったってのもありますね。特に最後のね、やっぱ近澤くんとか田中さんの2人の1対1の戦いはすごいエモいですよね、絵面が見てても、おおこれエモいと思いながら、ね、ずっと映画並みのクオリティですごいビビり倒しましたね、やっぱり。いやもういっぱいたくさん感想ありがとうございます。はい、では続きまして、はい、第2弾、こちらも歌っていただきましたまゆさん、はい、感想エピソード何かございましたら。この曲がやっぱり全体を通して一番難しかったですね、はい、それはもう言わずもがな、言わずもがな、一番最初のあれですよね。はい。で、あの和楽器バンドさんなんで、あのやっぱりねボーカルの方が詩音の師範じゃないですか。そうですね、師範、はい。プロもプロもプロじゃないですか。それをやったことない私がカバーするのは難しいなと思ったんですけど、でそこを頑張りました。とんでもない無茶ぶりされましたね。いやもうね、もともとその。和楽器バンドさんの曲はちょっとだけピッチがゆっくりめで、うんうん、でまゆさんに歌っていただく場合はこれを上げたいなと思って、うん、まあそのオケ制作を依頼したオケスアイタウンさんのところに依頼をして、ちょっとピッチを上げてほしいんですって言って、実際にそれを歌ってもらったらまあハマって、うんまあ、やっぱりこうまゆさんに合う選曲だなと思った中で、確かに詩吟はもうお互いこう手探りの状態でレコーディングしましたもんね。ね、本当に手探りでしたし、その歌の、サビの部分、そうですね、もうラスサビをあのなんていうんですか、激しくというか、うん、テンション高めに歌ってくださいみたいな、ここからスーパーチカザータイムが入るんですっていう出ました、はい、スーパーチカザータイム、はい、10回は聞きました10回いやもうね、そのレコーディングしてる時期にはまだまだ何もできてないですから、アクションの振り付け自体が企画はあって、それに対しての、うん、まあいろいろ動いてはいたけど、構成とかね、そこに対してのまだスタートダッシュは切れてない中で、うん、僕の頭の中だけの構想だったので、でもその中でこの転調の部分でスーパーチカザータイム、まあ長野くんが持っていた武器をチカザーくんが持って、仲間の意思を引き継いで決死の覚悟で強敵に立ち向かうっていうシチュエーションがすごく僕が好きだったので、うん、それに対してそれを応援するかのように、奮い立たせるかのように歌ってほしいって言った結果、もうスーパーチカザータイムが連呼したっていう。なんかレコーディングって歌うブースとあのモニター聞く部屋とあるんですけど、はい、その歌う部屋から小窓みたいなのがあって、はい、見えるんですよ、皆さんが何してるのかっていうのが、はい、でそこですごい最初私の見えないその小窓に映らないところでこうこうこうでこうなってって、すごいガサガサ聞こえるんですよ、なんかあ動いてはるんやなと思うんですけど、なんか言ってたの、あの見えないです見えるところまで来てくださって、ここでこうこうなって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 、で立ち向かうんですよ、やられるんですけどって言って、やられるんかいってツッコミまでてか実際になんか映像見ながら歌うのって一段だけじゃなかったんですか。あ、そうですね、一段もなんかその、うん、リハのね、リハーサルの映像を見せていただいて、そう、その時だけでしたね。うん、なんかこうイメージでここをこう歌おうっていうのもた中2段ではもう何もわからん、まあ、ただただスーパーチカザータイムと言われた、なんか実際の時そのチカザくんと会っていないから、会っていない、何も知らないっていう一番怖い状態です、ね、スーパーチカザータイムのチカザって誰なんやろっていう思いながら、はい、そう謎にこう思われたまま歌いってるんだっていう、レコーディング時の僕のテンションの高さがよく分かったエピソードトークでしたね。以上がまあつわもののお話です。そしてお待たせしました、第3弾、人、はい、
こちらは一番手の込んだというか、まあ長野くんと一緒にこうツイッターでの再生動画数が5000に達したらという約束のもと立ち上げた、まあある意味根幹となる PV の大事な話でして、でそこに僕自身が指導というものに対しては立てアクションする理想といいますか、僕が求めている一個、人の命は簡単なものじゃない。故に簡単に扱われたとき、目の前で亡くなったとき、人はどう思うのかっていう、まあちょっと重いタイトルを、まあ簡単に言って復讐ではあるんですが、殺しとかよりは、ただただその人のための仇を取る。それは愛故に、その人の思いが故に。なので殺戮とか虐殺とかではないんですよね。純粋な思いで、ただただ刀を振るっている。っていう、まあ一種愛かなと僕は思ってます。その中で、そこに行き着くまでもう、実力の差は明確に出てるんですが、一体多数でもありますし、傷つきながらも倒れながらも、それでもそれでもってこう、まあ、意志を貫く男の愚直な物語かなと僕は思ってます、を詰め込んだのが死闘という作品になります。ではその死闘という作品を、まあ、主演で演じてくださった長野くんにどういう風なお話かを聞いていきたいかなと思います。どういう風なお話、長野くんから見てね。ああ、でもそうですね、補足するとなると、もともと人斬りっていう設定で偉いさんのために、まあ、ずっとこう言われるがまま無感情で、まあ、斬り続けてた役として、でもちょっと持病を抱えたままこう戦い続けてるわけなんですけど、でもやっぱ今回のその死闘っていう作品で向かっていく中で、やっぱ最初はやっぱ、まあ、人斬りに、まあ、敵討ちとして再び人斬りに戻って、ずっとこうやっぱり無感情というか殺意に向けてずっとこうやっぱ刀を振り続けたわけなんですけど、自分の持病とか吐き出たそのやっぱ血を目の前にして、思い人であるその楓さんとのその思い出だったりというのもなんかすごい感じ取っていく中で、だんだん人斬りの聖二郎の役、なんかその人として自分の意思でこう戦う姿がこう芽生えてきて、だんだん多分目の色も変わってる気がするんですよね。なんか映像で見てても写真で見ててもやっぱ全然なんかこう戦っていく姿勢が、前まですごい3打目でずっとこう切り続けたのが、どんどんなんかこうガッてなんか強く、人たちのこの刀に対する重みとかも全然やっぱ振っていく中で全然変わっていって、なんかそうやって自分の中でもこう感情がオーバーヒートにやっぱ上がっていったのは、やっぱなんか盾でこんなにいろんな感情とか芽生えたりして、いろんなことをなんか感じさせてくれる作品なんだなって改めてなんか思えた感じですかね、人を演じてみて。ありがとうございます。いや、そんな風に思っててくれたのね、嬉しいね、はい、歌い手であり、楓というその主人公聖二郎の思い人を演じていただいた真由さん、感想いただけたらなと思います。はい、歌に関してはですね、あのイントロというか最初の歌い出しの部分が一番ね、坂本さんがこだわってらっしゃって、ね、はい、原曲はもうちょっとなんて言うんですか、語りかける静かなっていうところだけだったんですけど、そこからもうちょっと悲しさっていうか語りかけの要素をもうちょっと強くしていくっていうオーダーで、そこがね、まあ最初のレコーディングでね、もうその日はその曲だけやったんですよ。そうですね、レコーディング2日間あって、はい、瞬間センチメンタルと暁の糸は同じ日やったんですけど、B.I.M. だけ別撮り別日でやったんですけど、はい、もう初っ端のそのイントロの段階ですごい泣いてくださって、いやもう涙腺に響いて、いや私としては嬉しいですけど、ずるい、全部一人生で聞いてるもん。僕らそのなんか全部撮り終わったものを聞いて、あーってなってるのに、もうそれはしゃあないな。いやもう実際に思い描いていたその最初のイントロ部分のその大事な歌詞、英語の歌詞なんですけど、そこは、僕の中で楓っていう女性が届けたかった言葉、思いを代弁したかのように歌ってほしい、ゆえに悲しみとか切なさとか愛しさとかというのを込めた歌い方にしてほしいって唯一のオーダーしたのがここで、を見事に表現してくれた、もうさ泣くさ、しかしって、もうほんまにもう気がついたらいつの間にかティッシュが3枚5枚ってなってて、そう、なんかそれもね、あのヘッドホンからガサガサ聞こえるじゃないですか、小窓でずっと見えないんですよ、歌ってる時は、はいはい、なんですけど、これこんな感じでどうですかって言ったら、鼻がスラスラする音とティッシュくださいって言ってて、3台に対しては泣いてますかって言って大丈夫ですか
しっかりして、しっかりして、しっかりして、まだ序盤です、今日はまだ序盤ですって言って、大丈夫ですって言いながらね、いやほんまに、だから最初の冒頭の入りは、その僕の中でその構図があって、うん、こういう風にいくからこそ、その思いが分かる、伝わる、それを誠二郎が自分の中でこう思い返してて、映って曲が入ってとなる、このシチュエーションがもう頭の中にあったので、うん、だからこそそこの映像、頭の中の、うん、頭の中の映像と曲がもうバッチリ合って、うん、噛み合ったかのやったからこう、なんかもう気がついたら泣いてて、うん、もう眉様々ですありがたい話なんですけどねはい、出演に関しては、はい、映像に出演するのは初めてだったので、映像作品、うん、映像のお芝居、はい、自分の顔が出るお芝居っていうのがすごい初めてで、めちゃめちゃに緊張してました。はい、すっごいレア、すっごいレアそんな貴重な、ね、機会をここの暁に、いやもう本当にありがたい、関わっていただけたのはほんまにありがたいですね、デビュー作品をいただきました、そうですねなんかこうやって普通にお話しするとかは今までも全然あったんですけど、うん、なんか企画動画をじゃあ撮ってみるとか喋、うん、るみたいなことあるんですけど、何か役をいただいてそれを演じるっていうことは初めてでしたし、でまた難しいじゃないですか結構重たいところやってましたからね、今回はだって死んでるんだもん死んじゃう芝居をいきなりするんですからね、そう死んでると思ってすごかった、その撮影現場でもすごいね、やっぱり時間かかりましたもんね、そこのシーンが、ね、本当にやっぱり難しくって、うん、そもそもなんか台本がちゃんとなかった状態でこう坂本さんの頭の中をこううわーって言われた中でこうやって全部はいはいって言いながら真矢さん必死になって答えてる姿がもうなんか本当すいませんと思いながら、だから私の中ではなんかお芝居で出てるっていうよりも踊りダンスの方が近かったですね、なんか、うん、あの音に合わせてこのタイミングで動いてくださいみたいなのが、お芝居っては分かっているんですけど、どっちかっていうと、うん、あ、そうだ、振りに近い感覚ですか。あ、そうですね、振り付けに近い感覚でしたね、はい、難しかったです唯一その死闘という作品はもうずっと戦い続ける物語でもあるので、うん、まあ、誠二郎という役の大切な記憶の思い出は綺麗に映したいなっていうのもあったので、故にそこだけはなんか曲に合わせたそのいいテンポ感と、やっぱりこの2人の関係値っていうのを見せてあげるために、そこだけはまた別世界を作りたかったので、うん、なので言ってることは的を得てるなと思ってます的を得てました、はい、いやもうではそのまゆさんの撮影現地の思い出とかありますか、うん、あ、そうですね、その死ぬシーンはすごいシリアスじゃないですか、はい、みんなでこうどうするああするって言いながらなんですけど、はい、あの途中のあの誠二郎と喋りつつみたいなところは完全なるこのフリートークでお願いしますって言われたんですよ。うん、まゆさんのフリートークで笑ってる顔と、うん、なんか何パターンか撮れたらって言われて、あ、ここでいきなりフリートークなんですねと。お芝居とかではなくフリートークなんですねと。でもなんか最後ら辺になんかちょっとこうちょっと心配するっていうなんか最後のそこだけあって、あ、そのまでにちょっとなんか微笑み欲しいからなんか喋ってみたいな感じで始まったんですよね。そうなんです、そうなんです。フリートークと思いながらも精一杯なんか あそこにいる虫がですねとかさっきもいてましたね、あの虫みたいな。でもやっぱ撮影カットした後にもう坂本さん、僕より面白いですね深々と超えてたから、おーって言って一言多いよ、ね、いやもう単純にまゆさんのフリートークスキルと話の持っていき方とその落としどころがすごい普段からそんな話し方できんの、いやもういやさすがっすわっていう、でめっちゃ褒めてくれるから、ね、調子乗っていろいろやりますよ ね, ねそうそうそう、お父さんの話が僕好きでしたね。あ、当時リサさんのホムラをやってて、ね、すごいそれを私が家で流してたんですけど、あ、これ知ってる、ヒムロやろって言どこを何でどう間違ったらそうなるの、そう、あ、分かった、ホマレやって、ホマレ惜しいけどちょっと違う、ホムラねって言って、せめて炎って間違えて、うん、ちょっとどうしてもこの若い世代に乗りたかったんでしょうねお父さんはね、可愛らしいお父様 で,、うん、でもちゃんと見てるみたいですよいやもうね、もうその可愛らしいお父様にもぜひこのまゆさんの演じた人をぜひ見てもらいたいなと思います、うん、はい、
では続きまして、この死闘に関するお話のまたちょっと別なお話を聞きたいんですけど、はい、はい、ただいま坂本はカンペを読んでおります。少々お待ちください、はい、あ、まずはこの死闘の自分がここが好きだっていうお気に入りのカット、シーンを話していただきたいなと思います。長野タスク君、ありますか？やっぱアクション撮影の中やったら一番そうですね、力入れたのは幹部戦。ああ、幹部戦。鎖釜を操る、近澤君と、あとやっぱ体術やその消灯で立ち向かってグイグイと、ね、押し攻めてくる敦也君のコンビネーションの、あと3人、僕含めて3人のこう息の、ね、合わせ方とか一番苦戦したカットで、で一番やっぱ長回ししたっていうか、そう、ね、アクション面で一番こうなんかこうめっちゃ苦戦した、突き詰めていった形、ね、突き詰めましたよね本当に。一番ギリギリなんかこうしようこうしようこうしようってなんか結構ギリギリも変えて、うん、なんかいろいろやってなんかこうブラッシュアップ一番したんじゃないかっていう、ね、うん、カットだったんで、一番躍動感は伝わるシーンやなって僕やっぱ見てても思いますね。なんかすごい、まあそこに関しては幹部戦は1回目と2回目、まあ、前半後半に分かれてて、うん、その間に、まあ、聖二郎が吐血をして、うん、まあ、一気にこう HP がガガガガって下がった中での気合とともに戦う、ここからの、まあ、いわゆるチェンジ、さっきもね、うん、中野君が言ってた、はい、この人たち人たちの重みの違いっていうのを、この3人が、まあ、仲がいいともあるじゃないですか、第2弾つわものでは3人が3人で連携を組んでた中だからこそできた盾、アクション、この息遣いっていうのをぜひ見てもらいたいなと思います。ぜひぜひもうね、はい、では、まゆさんもお気に入りのシーンカットはありますか？私はそうですね、やっぱり橋を渡るシーンですかね、そのね、あ、うん、あそこはすごい印象深いですね。なるほど、手を取り合って渡るっていうのは、はい、まあ、顔が映ってないっていうのもありますけど、私のなんかやっぱりストーリーとしてもあそこがやっぱりすごい好きだなと思いますし、皆さんの想像力をね、かきたてるシーンかなと思うので、なぜ橋を渡るのだろうっていうところに、ね、まあ、皆さんがいろいろ解釈をしてもらっても大丈夫ですし、かんざしを返す、返すっていう、ね、でもそのかんざしはギリギリまでどこにあったか、そういうのをね、なんかいろんなことを含めて見てもらえたらなと僕は思いますね。ではもうそろそろお時間となりますので、はい、また改めてですが、この死闘を演じた上で今後この暁のアクション TV の出演作品についてどういった作品に出たいのか、かもしくは今後どういったことに挑戦したいのかっていうのをまたお二人に聞いていきたいなと思います。ですね、やっぱ叶うのであればデュエットしたいっすね。デュエットいいですね。やりましょう、やりたいっす。そんな得意じゃないけど、3ヶ月間ぐらいあのボーカルトレーニングとかしてもらったらいいですか？そんないいですか？いやもうみっちりと稽古はするんで人以上におい、それはそれで問題ありやで。なので、デュエット歌に関してはもうね、びっくりした、あの芝居がしたいとか、こういう作品に出たじゃなくて、デュエットがしたいとか。やっぱ新しい挑戦になんかいろいろ組み込むの大事かなと思って、やっぱ自分すごい、やっぱ歌に関して苦手意識があったんで、ね、やっぱりこうやって関わってるまやさんね、まあお芝居上に絡んだら次はちょっと僕からなんかこうね、踏み込んだ方が礼儀としてはあれなんかなって思って。なるほどね。ちょっとよくわかりませんけど、はい、クリエイティブな活動をしていく中で、はい、新たなその歌というものにも挑戦していきたい、うん、っていうのもね、あの検討だけはしておきます。検討、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまゆさんはどうですか？そうですね、今度はね、振り付けじゃなくてちゃんとお芝居っていうようになりたいですね。例えばですよ、盾とかアクションとかしてみたいとか。あ、そうですね、今まで関わってこなかった領域なので、お、はい、ちょっとそういったことにもチャレンジして。いいですね、まゆさんの袴姿は袴でやっちゃいますね。あ、もうだいぶ絞られましたね。時代物になりましたね。いや、袴でなくてもね、こう現代的なアクションでもね、それこそ弾き語りとかしてる時の、あの革ジャン着て赤い服着て強い女っていう感じのアクションでもいいなと思いますね。いや、これはちょっと創作意欲が湧きますね。楽しみですね、本当に。またいずれ機会がございましたら、ぜひぜひ、その時も当然まゆさんにそのメインテーマを歌ってもらいたいなと思います。いや、これは楽しみですね、うん、はい。では長々とお話しましたが、はい、ここにて、第1弾ダハとつわものと人をこのお二人に話していただきました。ありがとうございました。はい、今後も、このアクション TV の展開展望していく中で、第1弾2弾3弾と YouTube に上がっておりますので、ぜひぜひこのお話を踏まえた上でね、そういった、あ、ここが遂げたのかとか見てもらえると嬉しいです。はい、では本日はここにて終わりたいと思いますので、皆様、一斉のでいきますか、はい、はい、いきますか、いきましょう、本日はで、ね、いきましょう、はい、はい、いただきます、
本日はありがとうございました。バイバイ。